海象とは、河口に入る潮波が垂直壁となって川を逆流する現象である。潮津波とも呼ばれる。昭和初期までは地震による津波も津波と呼ばれていた。波形から断波と呼ばれる形状構造をとっているため、波の全面での破壊力が大きい。海岸でこの現象が起こるのは、河口が広い三角港であり、発生する代表的な河川は、 ブラジルのアマゾン川、パキスタンのインダス川、中華人民共和国の戦闘港、イギリスのセバーン川である。戦闘港の海消戦闘港の津波は、戦闘港牛尾とも呼ばれる。中国語では、包み港大潮であり、現在の中国語の海は、もっぱら津波を指す。1日か持ちの後に発生することが多く、したがって、単院対応歴の日付で1日から3日。 および15日から18日頃に発生する。特に中秋節と重なる中国歴8月18日頃の潮が古来有名であり、そのため、甲州では月平を食べながら見物する伝統がある。この現象は、戦闘校の河口がラッパ状に開いていることや、その先に長鮮諸島が点在し、潮流を複雑にしていること、さらに東、シナ海では、 台湾海峡から流れ込む潮流のスピードが海峡の幅が狭まるにつれ強くなることが原因となって現れると考えられる。セバーン川での波乗りの様子垂直壁となる逆流を乗り切るスリルからサーファーには人気があるものの危険は大きいため発生する都市が率先して奨励することは少ない。基本的には寒暖のみを 観光資源としており、サーフィン自体は黙認する形になっている。フランスのガロンヌ川が有名。単波とは引く、新語辞理用語辞典、ウェブリオ辞書。ウェブリオ、2017年11月1日閲覧。迫力の大逆流。中秋の戦闘校、一戦士を石膏、海ね。AFP、2019年9月19日閲覧。ありがとうございます。